本日はですね、年度末で大変お忙しい、皆さんもお忙しい、でしょうに、外国から、それから東日本の被災地からを含めて遠方からの方々ですね、それから近辺の方もそうですが、多数ご参集くださいまして、誠にありがとうございました。大変光栄に存ずる次第であります。撮影の都合もありましてですね、大変恐縮ではありますけれども、着席して講義をさせていただきます。よろしくお願いします。これから京都大学における最終講義を、行うわけでありますけれども、己の研究自体を、紹介する初めての講義であるんです。32年間教壇に立ってきたんですけど、自分の講義そのものを、自分の研究そのものをご紹介するのはこれが初めてなのであります。で、自分の研究としてはさまざまなテーマでこれまで行ってまいりましたけれども、本日は現在手がけていて、これからも、やる予定のですね、研究の一部をテーマにいたしました。この資料はですね、私の準備の不手際もありまして、直前まで黒沢先生やらそのクルーがですね、まあ、私のゼミ生、黒沢ゼミ生を含むクルーが直前まで、作業してくれていて、ちょっと配布等に手間取ってしまって、開始も、これは私の責任なんですけど、遅れてしまって、大変申し訳なく存ずる次第です。で、資料はですね、結構いろいろとあるんですけれど、実は資料の確か8番目以降は、数年前に学会で行ったものをですね、今日の 本誌ではないんですけれど、一応参考情報として、少し改訂を加えて用意した、次第であります。それでは早速、講義の、中身に、入ることにいたします。日本の対外経済政策に関するですね、昨年書きました論文で、ドイツと日本の両方が競争優位を持っている、工業の機械系産業のですね、仕向け先別の輸出構成というのを比べた通商白書の、図、これは資料の1に準備してあります。これを取り上げました。この図はですね、右側がドイツなのですけれども、バランスの取れた、各国の GDP 規模に合わせて、輸出品を押し込んでいることができているわけですけど、そういう意味で右肩下がりではあるんですけども、バランスの取れた、したがってまたどこかの国が景気がおかしくなってもですね、他で 対処できるという、景気変動にも強い構成を取っています。で、一方日本は、一目瞭然双曲線型でですね、アメリカあるいは中国が突出しているわけですけども、それ以外はぐっと少なくなっておりまして、ドイツと比べればその途中に今空隙、隙間がある、したがってまた日本、アメリカとか中国の景気がおかしくなったらですね、日本がもろに影響を受けるという景気変動にも脆弱な構成であることを示しています。で、私の調べではドイツはですね、遅くとも19世紀末からそれと機械だけではなくて貿易全体でですね、同様の構造を取ってきております。これはその都度、ドイツにとっての新興工業国の台頭によるですね、試練、これに対して対応してきたその結果、その結果の積み重ねだと考えることができます。一方、経済白書によりますと、日本は1980年代に初めて新興国経済の、挑戦を受けて、これに適切に対応できていないと。で、レーマンショックを契機とする先の世界同時不況で、この構造の違いが歴然として現れてきたということでありまして、で、ドイツはですね、経済政策諮問委員会の報告を見ると、それほど影響がないということでありました。で、一方、日本は先進国の中で GDP の落ち込みが最多であった、こういう違いになって出てきている。ここからですね、1世紀以上の対応経験を積んだドイツに遅ればせながら学ぶという処方箋がですね、出てきえます。昨年の論文でも私、そう書きました。
しかしですね、それだけでは実はひたたらずでありまして、ドイツの試練に対する対応は問題をはらんでおりまして、したがって無条件にこれに後応用するということは進められないという、そういうその旨をですね、述べる必要がありました。今日の話はそれに関わる話であります。でそこでこの主題との関連でドイツの経験をですね、戦学の研究に依拠しながら振り返ることから始めたいと存じます。で、